キルキワイアルクロイストルは、アイスランドの集落である。同国第一の幹線道路、リングロード沿いにあり、ビークとヘプンの間に位置する。 スカフターウルフレップル自治体内で最大の集落だが、人口は約120人である。しばしば単にクロイストルと呼ばれる。キルキワイアルクロイストルは同程度の規模の他の集落に比べるとよく知られている。それは地理的に 200km 離れたビークとヘプンの間で、ガソリンスタンド、銀行、郵便局、スーパーマーケットといったサービスを利用できるのがここだけだからである。 周辺に観光資源に恵まれることからも知名度がある。首都のレイキャビークから多くの人々がキルキュバイアルクロイストル近くの湖のほとりに週末を過ごしに訪れる。また観光客だけでなく周囲の住民にとっても重要な社会サービス拠点となっている。キルキュゴウルフ。集落の近辺にはラキカザン、エルトギャウ、スカフタフェットル国立公園などがある。 集落の近くには、キルキゴルフと呼ばれる、タイルを敷き詰めたような形状の玄武岩からなる地形がある。タイルに見える部分は地中深く伸びる、中上構造の上端だが、外観上は、境界の床のように見えることからこの名がある。この構造は、アイルランドのジャイアンツコーズウェイと同様である。シストラフォース。ノルウェー人の入植が始まる前から、キルキバイアルクロイストル周辺には、 アイルランドの層が住んでいたと考えられている。1186年にベネディクト会の女子修道院がキルケバイアルクロイストルに置かれ、1550年の宗教改革まで存続していた。集落から登った高地にあるシストラフォスタキ及びシストラバトンコの名前はこの修道院に由来している。シストラスタピと呼ばれる岩には、 家計に処せられた二人の修道所が葬られている。カズトは悪魔に魂を売り、生体を教会から持ち出し、複数の男性と性交渉を持ったとして告発され、もう一人はローマ教皇を冒涜する言動を行ったとして断罪された。宗教改革の後、後者は名誉が回復された。彼女の母品には花が咲いたとされるが、前者は罪人のままである。 また、シストラバトンにも、同じ修道院にまつわる話が伝わっている。修道所たちはこの湖で水浴びをする、習慣であったが、ある時この中から、黄金の指輪をつけた手が伸びているのを二人の修道所が見た。指輪を奪おうとした、その二人は湖に引き込まれて溺死したとされる。アイスランド内では、キルキバイアル・クロイストゥルは、1783年に、 集落の近くで、ラキ火山の爆発があったことで知られている。そこの教会の牧師で、ベストゥルスカフタフェルスシスラの司祭でもあったヨーンステーングリムソンによる、現在、火の説法エルドメスー、炎の祈り、などとも、英語では、ファイアサーモンに、相当と呼ばれる出来事が1783年7月20日に、あった。彼の説法が溶岩流を止め、 集落が火に飲み込まれるのを、ま一発で救ったと伝えられている。集落に現在ある教会は、ステイングリムソン氏を記念して1974年に建築されたものである。ありがとうございます。